です。ということで、お待ちかねの古着屋ですね。本日第1回目の、デリバリーとなります。デリバリーというか、はい、なります。入荷となりますね。はい、まあ、基本的には、今回この4品を、ちょっとまず出品させていただこうかなというふうに思ってます。こちら、まあ、おなじみのね、僕の、これ僕の私物です。マーティン・ローズのパーカーと、バーバリーのシャツですね。フランネルかな？フランネルのボタンダウンシャツ。で、マックの T シャツと、あとジャケットですね。はい。で、すいません。前回ね、僕、まあ、できる限りね、1万円以下で頑張りたいと、いうふうに言ったんですけど、僕の私物に関してはちょっと除外というかね、適用ガイドさせていただきたいというか、まあ、ね、まあ、ブランド古着ですから、まあ、それちょっとね、純粋の古着をっていう意味で、僕は言ってたので、そこはすみません。僕の私物のブランド古着に関しては1万円を超すことは、普通にありますと。だからまあ、ね、100円ショップに500円のものがあるというようなもんと思っていただいて、そこはまあ普通になんか、まあ欲しい方とかいらっしゃったらいかがですかという形でやらせていただこうかなというふうに思います。はい、そんな感じでじゃあまあね、早速着て、なんとなくサイズ感を、まあ、お伝えできればいいかなというふうに思います。古着なんで基本的にね、サイズ展開がないので、本当に僕が着た感じでね、なんとなくイメージしていただければなというふうに思います。もちろんね、概要欄の方にオンラインストアの方を開設しましたので、そちらの方にはまあ実寸のね、サイズもあるので、まあそちらの方も参考にしていただきつつ、まあ、サイズ感に関してはそんな感じで見ていただければなというふうに思います。で、まあ、もちろん最初にね、お伝えしておきますけど、古着なんで、まあ、古着だということです。新品のものではないのでね。まあ、ある程度やっぱダメージとかも、それなりにやっぱあるっていうことは、前提としてね、考えていただければな、と思います。はい。では、早速、マーティン・ローズからいきますか。はい。どうでしょう。まあ、目玉なんじゃないですか。結構、今回のアイテムの中では。はい。一応18年の、今年の春夏のアイテムですね。はい、パーカーでございます。色パープルで、サイズ M です。これで M です。まあ、変形ですよね。ちょっと面白い。袖がこんなところ、まあ、肩がここまで来てるのとね。まあ、シルエットめっちゃ面白いですね。後ろの丈こんなんだし。はい。じゃあ、感じのお値段なんですけどね。2万5千でいこうかなと思ってます。まあ最初ですし、ちょっとサービス価格っていうのもあります。はい。2万5千でございます。いかがでしょう。まあ、まあまあ着てたけど、まあ言うてそんなダメージないと思いますよ。はい。そこまでなんか、ひどいダメージと着用感があるわけではなくて。まあ普通に、古着というか、まあそんなにダメージはないかなというふうに思います。いいんじゃないですか。はい。今回の一つ目玉商品として、一発目ですから。はい。これ、どうでしょうと。次じゃあ、シャツを着ていきます。これ、今気づいたんですけどね、これ完全に僕バーバリーかと思ってたんですよ。完全にバーバリーかと思って、ね、見て、ここの、ね、ロゴもしっかり。これもうチェック、バーバリーチェックやなと思って、完全バーバリーやと思い込んでた。見てください、これ。ブルーベリーズって書いてある。バーバリーじゃなくてブルーベリーズでした。はい。なのでこれはバーバリーのアイテムではございませんね。まあ、バーバリーチェックのシャツということで、ちょっと訂正させていただきます。僕も今気づきました。よく見たらブルーベリーやんみたいな。でもまあいいんじゃないですか。どうでしょう。一応サイズ表記は LL となってます。もういいじゃん。良くない？ね、全然良くない？なんか、すげえ使えそうな気がしてますけど。はい。まあ、柄はチェックで、バーバリーチェックで。素材がこれ綿ですね。綿の、まあちょっと厚手のフランネル気感ありますね。ちょっとこう、肝感のある感じのシャツで。まあ、秋冬物でしょうね、これはね。はい。
で、ボタンダウンのシャツですね。はい。ブルーベリーです。はい。これ、お値段は、どうしよっかな。3500円でいきます。3500円。これ3500円でいきましょう。どう ?3500 円よくない?ね。いいっしょ。まあ、ユニクロのシャツとかと、そんなに変わんないかなと。まあ、ちょい高いかな、くらいですけど。まあ、でもいいでしょ。素敵な。これから結構これは使えるんじゃないかな、というふうに思います。ね。はい、サイズ感こんな。LL だけど、でもそんなでかくないっすね。なんか、僕着ても全然、ほら、丈もこんなもんだし。はい。172、53。キロの体型と、まあ、いいかもね。うん。これはなんか僕は掘り出し物的に、あ、いいじゃないですか、これと思って。はい。ブルーベリーズです。バーバリーではありません。はい、チェックのシャツということでね。はい。そんな感じです。では次。T シャツちょっと飛ばしますわね。T シャツは、T シャツはまあ、まあ、こんな感じですよ。M サイズです、一応。M サイズで、どっちかというとちょっとジャストめなんで。はい。ほら。M なんですけど、どっちかというとちょっとコンパクトな感じのサイズ感の M ですね。はい、どうでしょう。はい、これ1500円にします。1500円。よくない?はい、I'm loving it。これ一応多分ね、公式じゃないかな?あ、違うのかな?わかんない。これ、がっつりマクドナルドだけど、公式なのか、そう、どうなのか、ちょっと定かではないんですけども。まあ、普通の綿の T シャツですね。ちょっとドライ感になる。うん。メイドインホンジュラス。ボディはなんだこれ、デルタプロウェイトって書いてありますから、ちょっとわかりませんね。はい。まあまあまあ。よくないですか?まあ、状態もそんなに悪くないですよ。うん。まあ、比較的綺麗かなと、思います。はい。では最後、ジャケットを着ていきたいと思います。はい。結構良くないですか?これ。ね。このテーラードジャケット。はい。肩も結構入ってます。肩パッと結構入ってます。これ結構パワー入ってますよ、肩に。はい。ジャケットでございますね。見てください。ちょっとまあ、よくよく見るとね、ハウンドトゥースというか、まあ、千鳥柄なんですよ。ね。で、ベースの色は、まあ、グリーンかな。グリーンにちょっとなんかいろんな色のチェックが入ってる。ちょっと渋い感じのジャケットで。どう?かっこよくない?ね?普通にかっこいいよね。で、感じの値段、5000円でいきます。5000円。どう ?5000 円いいっしょ。ジャケット5000円よくない?これ。ね。まあ、普通にユニクロとかでも。ユニクロでもジャケット5000円は買えないと思うんで。まあ、今回ね、初回ですし。まあ、ちょっとサービス価格ということで。5000円。ちょっと渋いね。ちょっとおっさんチックだけど。でもこうやってデニムとかと合わせたりね。まあ今日みたいに、ちょっとこうハイネックのね、襟が高くなってるものとかと合わせると結構いいんじゃないですか。普通に。まあ肩田ジャケットちょっと彷彿とさせるような感じの。サイズはよくわかりませんか?こんな感じです。僕ジャストっすね、これね。袖も、丈も。うん。はい、そんな感じで。ちょっとブランドもよくわかりません、これ。デル・イノとか書いてありますけども。ちょっと謎でございますけど。はい、そんな感じでね。まあ結構今っぽく、うん、肩パーンと入ってるんで。まあなんかデニム、まあ僕的にはデニムかな。デニムおすすめかも。デニムと。うん。まあスラックスとかでね、ちょっと綺麗めに行ってもいいかもしれないですけど。いいんじゃない?ちょっとモードっぽい感じでね、着こなしていただけるんではないかな、というふうに思います。で、ですね、たまにある、クレイジー出品のお時間なんですけど、今回のクレイジー出品はこちら。はい。これ完全ネタ企画なんですけどもね。私の運動着。高校の時の運動着ですね。はい。松本とバッチリ入ってます。このバチバチとね、刺繍が入ってまして。見てください。これ、上田染め合おうかと書いてありますね。どうですか?ちょっと流行りのね、ハーフジップでございまして、こういうようなね、テーラードジャケット中とかね、まあ、あるいはまあ、これからの季節だと、コートの中とかにね、ちょっと一発差し込んでいただいて、
なんかちょっとこう、スポーティー感あふれる着こなししていただけるんじゃないかなと、いうふうに思います。一応これはね、ちょっとアシンメトリーなんですよ。これ右袖と左袖見てください。はい。左袖の上にこういうラインが入っております。はい。実はね、上田染め丘高校では、学年によってここのね、色が違うんです。僕の代は、青でした。はい。ちなみに赤と黄色バージョンがあります。他の学年は。はい、これクレイジー注文で、あ、クレイジー出品でございますね。こちらの、体操着、1万円です。1万円とさせていただきますね。はい、非常にレアで、世界に一着しかございませんので、これは、まあ、非常に貴重なプレミア価格。プレネになったら、プレってるということで、1万円で、やらせていただこうと思います。もしよろしければね、ぜひ、いいと思いますんで。これから値上がりする確率も十分ありますんでね。多分値上がりすると思うんで。そういう意味では皆さんがこう仕入れていただくという。そういう観点の出品でございます。はい。はい、まあそんな感じでね、どうでしょう。こんな感じで5着くらいですか。はい。計5着。まあとりあえずね、初回なんでこんなもんで、許してくださいという感じで、行かせていただきます。はい。概要欄の方に、サイトですね、ショップの、オンラインストアの方の URL 貼っておきますんで、そちらの方から、お買い求めいただきます。ぜひ気になった方、よろしくお願いします。で、送料なんですけども、送料は皆さんにご負担いただきたいです。お客様にご負担いただくという形で、よろしくお願いします。結構、ね、頑張ってますんで、頑張りますんで、はい、これからも、よろしくお願いしますって。感じですね。まあなんかね、不慣れな点が多々ありますから、もしかしたら皆さんにご迷惑をおかけすることもあるかもしれませんけども、まあ頑張ってやっていきたいと思いますんでね、よろしくお願いします。はい、そんな感じで、まあ1回目のね、入荷というか、はい、古着屋初の出品となりました。はい、そんな感じで今後まあまたね、掘り出し物があったりしたりした際には、こう、やっていこうかなと思います。古着なんでね、まあ一応ノークレーム、ノーリターンでお願いします。はい。古着です。はい。それは前提として、買ってくださいね、と思います。はい。そんな感じです。では。